サンクトペテルブルク大学は、ロシア・サンクトペテルブルクにある公立の大学。モスクワ大学と並ぶロシアの名門大学であり、帝政ロシア、ソ連時代を通じて、ロシアの教育、文化面で多大な役割を果たした。1753年の12コリージア1820年の12コリージア1724年、ピョートル一世の命令によって設立された。 帝国科学アカデミーを前身とする。1819年にアカデミーから分離され、独立した大学となった。ロシア最古の大学と言われているが、1755年創設のモスクワ大学を最古とする意見もある。1861年には、正規学生が1270人、非正規学生が167人所属しており、そのうち498人が最も大きな学部で、 ある法学部に所属していた。しかし1861年から1862年にかけて学生暴動が起き、二度も学校が閉鎖となった。学生の集会は警察に規制され、公共の言論は禁止され、多くの学生が退学になり、騒動の後の1865年には学生は524人しか残っていなかった。1869年に、 再び学生暴動が起きるが、以前のものと比べると小規模のもので、八百六十九年には二千五百八十八人が大学を卒業している。第二次世界大戦時のレニングラード包囲戦の際、多くの学生と教員が、飢えや戦闘、粛清により死亡した。しかし、九百四十一年から九百四十二年にかけて、サラトフに学校機能を移転して、 学校教育は続けられた。1944年にソビエト連邦最高会議は、総理、1940年代後半には、イデオロギーや反ユダヤ主義による粛清が強くなった。特に1949年には何人かの主要な、言語学の教授が愛国心のない世界主義者として、休断され、学校を去らなければならなかった。そして戦後の冷戦時代、 レニングラード大学に入学するユダヤ人には定員制限が存在し、それはペレストロイカまで続いた。また1949年から1950年にかけてレニングラード事件の調査のために監獄に入れられた何人かの教授がそのまま死亡した。1966年、数学と科学系の学部を郊外のペトロドバレーツ地区に移転することが決定した。 移転作業は1990年代に完了した。1969年、ソビエト連邦最高会議から、労働赤旗勲章を授与された。帝政時代には、サンクト・ペテルブルク大学、第一次世界大戦勃発により、ペテルブルクがペトログラードに解消したことに伴い、ペトログラード大学、ロシア革命により、時代の不記念でニングラード国立大学となり、 1991年の8月クーデターの後にサンクトペテルブルク国立大学になった。現在の正式名称はサンクトペテルブルク国立総合大学。ロシアでは通常王と呼ばれる。1722年にピョートル一世の命令により建設されたロシア政府の合同庁舎。当時12の省庁があったためこうを呼ばれた。現在は大学本館として使われている。 市内で最も古い時代の建物の一つ。詳しくは EN-12 コリージア参照。遺作寺院の屋上から見た大学の風景。右端に見えるのが12コリージア。その左隣が東洋学言語学部の建物。右奥にはジャーナリスト学部と経営学部の建物が点在している。ワシリエフスキー島にあるサンクトペテルブルク大学本館。 12コリージアの廊下1838年のサンクトペテルブルク大学創設記念のメダル全部で24の学部があり、そのうち15の学部が都市部のワシリー島にある。選択できるのは通常の昼間家庭の他に夜間部、通信講座、余暇の家庭で学部家庭、専門家庭、修士家庭、準博士家庭、博士家庭が用意されている。 規模や入試難易度などで有名な学部は、法学部、数学、力学部、哲学部であり、特に法学部の卒業生には著名な政府要職者が多いことで有名である。したがって、ロシアで近年一番人気のある法学部は、サンクトペテルブルク大学である。サンクトペテルブルク大学法学部は、モスクワ大学法学部と同じか、それ以上の高いプレステージがあると言われており、 将来政府機関で働きたい学生からは特に人気がある。具体的な卒業生としては、ウラジーミル・プーチン第2.4代大統領、ドミートリー・メドベージェフ第3代大統領、アレクサンドル・コノバロフ司法大臣、ドミトリー・コザク副首相、ビタリー・ムトコ観光スポーツ青少年政策大臣、アナトリー・セルジコフ国防大臣、ビクトル・エブトゥホフ商工業次官、 アレクサンドル・スミルロフ司法第一次官、エレーナ・ボルセンコ司法次官、ユーリ・アレクセイエフナイム次官などがおり、卒業生は現在のロシア政治エリートの主流派となっている。その他にも、会議員、州知事、検察官、憲法裁判所裁判官、ガスプロム役員など法学部卒業生は多分野で活躍している。また、ロシア革命の指導者、ウラジー・ミルレーニンが学んでいたのも、 現在のサンクトペテルブルク大学法学部である。その他にも、ロシアでは、ピョートル大帝の時代から、モンゴル、中国、チベットなどの文献の収集が行われており、その東洋学研究が引き継がれた東洋学部は、世界的な東洋学の研究機関として有名である。また、経営学部所属のビジネススクール、グラデュエートスクールオブマネージメントは、2005年に、スココボ、 モスクワスクールオブマネージメントとともに、ロシア連邦政府のリーディングビジネススクール優先育成プロジェクトに選ばれ、MBA の取得などで、ロシアで最も充実したビジネス教育環境が整備された。その結果、現在ロシア国内、全東ヨーロッパともに、グッサムはビジネススクールランキングで1位、世界全体で60位となっている。なお、 日本語教育が行われている学部は三学部あり、東洋学部、言語学部、国際関係学部がある。東洋学部と言語学部には日本人教師がいる。東洋学部では日本語を主専攻で学び、言語学部と国際関係学部では第二外国語として学んでいる。学部課程及び専門課程の入学試験は原則として統一国家試験ゼロ。 結果により判断される。一部の専門的知識を前提とする学部では、の代わりに、独自の試験が設定されている。また、通常の入試の他に、学生オリンピック優秀者や障害者が、別枠で入学できるシステムも存在する。学部、専門家庭の2 0 1 2年出願者中、35,630人が、国費による入学希望者、 5285人が死費による入学希望者である。2013年度の出願者は44800人であり、ロシア全体の出願者が減少しているにもかかわらず、前年度よりも7%増加している。もっとも人気のあったのは人的資源管理のプログラムで競争率は72.4倍であった。 QS 世界大学ランキング2018から2019年度版では235位であり、モスクワ大学に次いでロシアで2番目の位置にある、ロシア最多のノーベル賞受賞者を輩出した、学術交流定傾向は以下の通りである、ウラジミール・プーチン大統領2011年の経済フォーラムでのドミートリー・メドベージェフ首相、ありがとうございます。